はい、こんにちは、にゃんたの工房です。今回作るのは HG モビルドールメイです。これは GBN が生み出した電子生命体 EL ダイバーメイのモビルドールとしてビルドされたガンプラですね、うん、まあモビルドールさらに続く2番目のモビルドールですかね。自分はサラ持ってないんで欲しいんですけどね、売ってないんですよね。ということでちょっと見ていきましょう。ここへモビルドール状態のメイとリアル状態でのメイが映ってますね。DR でモビルスーツ乗車で、今回は、瞳はシールと水転写式のデカールが付属しているそうです。自分はサラを作ったことがないので、というかバンダイ製のこういう美少女プラモデルは一番最初の初期のフミナしか作ったことないので、どれだけ進歩しているのか非常に興味深いです。ではこれを組み立てるとこうなります。はい、モビルドールメイ完成しました、うん、とりあえず今シールは一切貼っておりません。このメイの瞳部分はきちんと彫刻がされているので、腕がある方は塗装してみてもいいんじゃないでしょうか。塗装が苦手だっていうことは付属のシールを使うか、あとは水転写デカールがついているのでこれを貼れば目の再現は容易だと思います。まあ目に彫刻が入っているので水転写デカールを合わせるのもかなり楽だと思います。自分どうしようかな、水転写しようかな、塗ろうかな。でついているフェイスパーツはなんか話している顔と、今現在これついているこの3種類となっております。どうしましょうかね。一応レビューするときだけ簡単な方のシールを貼ってみましょうか。とりあえずこの一番上の目のシールを仮貼りしてみました。こんな感じですね。まあ遠目からだと目立ちませんが、近くから見るとシールの厚さが目立ちますね。結構塗り分けはいいようにされているんじゃないかと思います。塗り分けじゃないわ、分割。
分割。まあいろいろ再現です、ね、自分は一体何を言ってるんでしょうか。よくされているんじゃないかなと思います。まあフミナの時に比べたら格段に女性らしくはなっていると思いますね。なんかフミナ目のシールというかあれを貼らなかったらものすごく不気味だったような気がしますね。初期のフミナはそれに比べたらこのモビルドールでメイは非常に可愛い出来だと思う。可愛いというか美人さんですね。それでは軽く可動範囲見ていきましょう。頭はボールジョイントなのでぐりぐり動きますね。こんな感じで、ここが稼働して腕はここまで上がりますね。で肘はこんなもんですね。まあ二重関節ではないので、で手首はうにうに動いて、あ、ちなみに手首はあと握り手が付属しております。で胴体もよいしょ、まあ、ここがボールジョイントで動きます。 あと髪を忘れてます。髪は軸接続なのでこのように動きます。ボールジョイントではありませんので髪だけちょっと後方に逃がすとかいうのはできませんね。であとここですね、ここもボールジョイントなんですが、まあ無理に動かせばこのように 動かせることができます。頭取れた。で足はちょっと引き出せば、まあここまで開脚できますね。よいしょ、よいしょ。でロールがあって、まあ、膝は二重関節なのでここまで動きます。で足首は軸ですけど、まあそこそこ。フレシキブルに動いてくれますね。でここに何をつけるかといいますと、ここに銃があるので取っ手をしまってガチャコン、取っ手をしまって、あ、両方に穴が開いているので どの方向でもつけれます。タヌコン、まあ、リアル携帯では銃を持ってなかったと思うんでちょっと違和感はありますけど、こんな感じで銃を装備することができます。まあ、ちなみにここのよいしょ部分は刺さっているだけなので抜くことはできます。気になる方はもうここを埋めてしまえばいいと思います。で ちなみにこれ余剰パーツが存在します。一つは要はこの形状の色違いですね。
で、あとモビルスーツ状態の髪の色違いと、ちょっとまだこれゲート切ってないんですけど、胸のパーツ、これ黒色があるんで、お好みでグレーにするか黒にするか、まあ簡単なカスタマイズは可能です。それではモビルスーツ形態にしていきましょう。まあ簡単なんですけどね。さっきあっさり首取れたくせに。今度は抜けないだと。首を抜いてモビルスーツの状態に頭をつけることで簡単に状態にすることができます。台座がふわふわしているんで、ちょっとこのベース立ちにくいんですよね。よっ、ヒールだから。あ、ちなみに台座ついてます。すっかり忘れてた。これがモビルスーツ状態ですね。頭変えるだけでもう印象がガラッと変わります。ちなみに頭の可動範囲はリアル版と変わりません。髪の接続も軸です。後方に逃がすとかいうのはできません。それではまず簡単にポーズをとっていきましょう。まずは説明書にあるようなこんなポーズですね。シールの厚ぼったさを無視すれば、まあそこそこいい感じじゃないでしょうか。さっきの余剰パーツなんですが、この裏側のこの形状が違うので、こっちの裏がこういう風な形状のやつはこっちの普通のフェイスパーツに合わせることができますが、こんな感じでグレーの髪のメイができたりしますが、こっちのパーツは裏がピンなので、こっちのフェイスパーツにしか合わせることができません。それでもちょっと雰囲気が違うメイを作れるのでいいんじゃないでしょうか、うん、それでは次のポーズ。まあリアル形態で銃を構えることがあるのかどうかは分かりませんが、
銃を構えてみたり、ちょっと股関節の可動範囲ではちょっと無理があるんですが、こんな感じで女の子を僕座らせたりもすることができます。ちょっとここの足の可動がきついですね。フレームアームズガールとかだとちゃんと座れるんですけど、ビームソードを展開して突っ込んでくるメイン、まあ、もしくは切り裂いてきたメインっていう感じですかね。こんな感じ、台座の角度を変えたらこんな斜めっぽいポーズで飾ることができます。ちなみに接続はここになってます。背中の、まあ、服に当たる部分のここへ接続ジョイントがあるので、ここと接続しております。普通のガンプラみたいな股に穴があるわけはありません。銃を撃つメインというか、あれですね、モビルスーツ嬢ちゃんのメイン何気に可愛いですね。どうかなとか思ってたんですけど、リアル形態のメイよりも可愛い気がするのは気のせいでしょうか。まあ目水転写とかに置き換えたらこっちも可愛くなるのかな、ちょっと分かりませんね。とりあえず今の現時点ではちょっとモビルスーツ状態のメイが非常に可愛く思えてきたところです。ビームシールドで攻撃を回避しながら銃を撃つメイ、これもなかなかいいですね。ビームシールドが透明なので向こう側にメインの姿が映ってますし、ちなみにこれの接続なんですけど、ここを外してこのパーツをつけてシールドをつけて、こうですね。ちなみにこのビームシールドは F91 かなのかな、シールドだったかな、やはり F91 のビームシールドでしたね。 F91 を持っている方ならば両方のビームシールドを展開したメイを再現することができると思います。最後に大きさ比較、まずはジュピターブガンダムと、まあ若干頭1個分ぐらいかな、メインの方が でっかいですけど、最初のフミナってえらくでかくなかったですかね、なんかそんなイメージがあるんですけど、まあメインの場合は足がヒールなので余計に背が高いんでしょうかね。ヒールじゃなかったらまあジュピターブガンダムと比べてもそこまで高くないような気がしますね。この前にコアガンダムを置くとこんな感じですね。親子ですかね。
お父さんジュピター、お母さんモビルスーツのメイ、そして子供がコアガンダム、そんな感じがします。しないか。まあ大きさ比較はこんなもんですね。まあバランスのいい大きさだとは思います。で最後にまたモビルスーツ状態のメイ、やっぱりこっちなんかえらく可愛く思えてきたのは気のせいですかね。なんででしょう。やっぱりあれですかね、リアル状態のメイの顔が寿屋さんとかのプラモを作ってたらなんかこう違和感を覚えているんでしょうかね、無意識的に。なので逆にモビルスーツ状態のすっきりしたメイの方が可愛く思えてきたんでしょうか。どうなんだろう。とりあえず自分はこのモビルスーツ状態のメイが非常に可愛いと現在思っております。なのでこれはモビルスーツ状態メインで仕上げようかな。まあ一応リアル状態のメインも作りますけど、まあ顔の塗り分けどうしようかな。シールか水転写か塗るか。まあ塗れないこともないけど、やっぱり水転写が一番安全ですかね。というわけで今回の動画はビルドダイバーズリライズよりモビルドールメイのでレビュー動画でした。グッドボタン、コメント、あとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画で会いましょう。